トラマン80ウルトラマン80 He came to us from the star 君は誰かを愛しているかそれは生きてることなんだ怪獣が出現したのは中国東北部南下して先週には朝鮮半島に至った相当な被害ですねすごいなこの写真で何か気がつくことはないか石油タンクがそうだ風船がしぼむような形で仕上げている外部の力じゃなく内部が突然真空になって壊れたというふうな、うん、怪獣は大暴れしておいて不意に消えるそしてどういうふうに移動したのか全くわからないまま次の場所に現れている石油タンクは何か関係ありそうですね、うん、日本に怪獣が現れたらまずその付近をシルバーガールアルファベータでレーザーバリゲードを張るはい怪獣の背後からスカイハイヤーがミサイル攻撃、うん、なるほど京子先生はスポーツだけじゃなく素晴らしい音楽家でもあるんですねうーん素晴らしい あなたたちもう終わったんでしょはい、はい、じゃあ早くお帰りなさいはい相原先生、うん、あのお昼休みのお話考えてくださったね結婚相手の人は最高よソルボンヌ大学の助教授我が野崎一族の誇る人物ですおいおいおいちょっとちょっと彼が言うにはお嫁さんはやっぱり日本人がいい1ヶ月休暇で日本に帰る間にぜひ探したいそこで私は旗と膝を打ちました相原先生あなたですあなたこそがソルボンヌ大学助教授にふさわしいお嫁さんなのですあの落ち着きなさい落ち着きなさい、はい聞いたねえねえ何聞いたのまあそう急がなくったってまだ若いことだしそういう話がこれからもどんどんと言ってるうちに婚期を逃すんですうわー教頭先生にもご縁談があったんですか何じゃあなたは私に今まで縁談がなかったっていうの、うん、失礼な いえその何ですか用事はあ教頭先生にお電話ですすぐ行きますはいフランス素敵ですよねアランドロン、ジュテン、セッシボン何がセッシボン相原先生、はい、とにかくあちらのお部屋でお話しいたしましょうね、さあシャンゼリゼ通り、セーヌ川のほとりそこに初々しい日本の花嫁相原先生の花嫁姿が目に浮かびますわ、ね、あの近日中に日本に帰ってまいりますからぜひ会ってやってくださいましおい、大和先生はやっぱり京子先生が好きなんだ、うん、当たって砕けろあ校長先生先生堂々と勝負はあ何もしないで後悔するくらいならダメでもともとそういう覚悟でアタックした方がいいんじゃないかねええ大和先生ってあれで案外内気なのよねいつまでたっても何も言えなくてさそのうち京子先生はフランスに我々が一肌脱がなきゃならないねどうしたんだよ
どこ行くんだ。いいから早く来てください。先生、早く。あなた方一体どうしたの。いい、早く行きましょう、先生。ね、ちょっと。ほら、先生、明日の日曜日デートしてくれませんか。お前、喜んで。ちょっと、やったやった。ちょっと、ね。明日の日曜日デートしてくれませんか。喜んで。先生、早く。よう。わあ、素敵。決まってる。すごいな。かっこいい。そうか。世話が焼けるんだから。行きましょう、先生。うん、しまった、部屋に置いてきちまった。九州に緊急出動なのよ。え、先生、誰。 UGM の人じゃないか。違うよ、制服着てないもん。いや、この人はな、その早く、うん、たけしが UGM の隊員であることは生徒たちには秘密だった。ごめん、裏切り者。プレイボーイ。翔子先生の方がよっぽど美人じゃないの。ファッション、そういうこと言っちゃいけないよ。あら、こんにちは。大和先生ってズボラだし、趣味も悪いし、一つもいいとこないよな。腐ったかぼちゃだよ。それは言い過ぎだ。だけど、良くないです。どうしてそんな悪口言うの。とってもいい先生じゃない。一体どうしたの。元気出しなさい。ファイヤーバード作戦開始。了解。よし、行くぞ。了解。わあ。しゃ。今、ウルトラマン80に変身できたら、そうすれば怪獣を倒すことができる。しかし、人々の前で変身すると、たけしは地球を去らねばならないのだ。京子先生、昨日は…おはようございます。昨日は本当にすみませんでした。昨日？約束破っちゃって。そんなこと全然気にしてませんわ。え？みんなと一緒にアイスクリームを食べに行ったり、とっても楽しい一日でした。ああ、じゃあ今度の日曜日ぜひ。そうですね。大和先生。よう。デート楽しかった。綺麗な人だもんね。京子先生より若いしさ。ごめん。僕たちはいいけど、京子先生はショックだったんじゃないんですか。いや、京子先生なら大丈夫。
ニコニコ笑ってたんでしょ。うん、だからダメなんですよ。女の気持ちが全然分かってないのよね。はあ、私もう恋なんてできない。男のいい加減さを見てしまったもの。はあ、先生、女の子を傷つけちゃいけないよ。怪獣は九州に次いで東海オイル基地に出現した。石油を吸い取りエネルギーを吸収した怪獣は破壊本能に目覚め、石油タンクを次々と破壊した。時にはすでに遅かった。怪獣が出現した地点の地下100メートルの赤外線写真だ。あの線は一体？キノコの菌糸のようなものだろう。潰れた石油タンクの下に伸びている。キノコは木の皮の下や地面に菌糸を這わせてあげる。それと同じようなものだと思われる。やつは地下を移動するのか。そうだ。あ、そうか。地上へ出ては口から、地下では禁止のようなもので石油を吸い取ってたのか。それが奴のエネルギー源だ。キャップ、東京に向かって禁止が伸びています。え、危険地点のパトロールを強化するんだ。はい、はい、相原先生。あ、教頭先生。今電話があって、彼今日フランスから帰ってくるんですって。ね、相原先生、悪いけど成田迎えに行ってくださる？あの、これからですか？ええ、堅苦しい紹介よりエアポートの何気ない出会い、はあ、ロマンチックじゃありません？でも私掃除が残ってますし。お掃除が何ですか？大和先生、ちょっとちょっと。あ、何ですか？何かご用ですか？相原先生に代わってあなたお掃除を。あ、ね、でもいいんです。相原先生はこれから成田に行かなきゃならないから。成田に？危険ですよ。何が？ UGM から怪獣が出るかもしれないって警報が出ています。どこに出るかわからないんでしょ。男のやきもちはみっともないですよ。怪獣で脅かしたりして。さあ、京子先生、参りましょうね。さあさあ。あ、なんだかかわいそうみたい。補正本能をかきたてられちゃうのよね。やっぱり僕たちが乗り出さなきゃダメなんじゃないかな。よしよし。はい、こちらヤマト。ヤマト隊員、緊急事態発生よ。例の禁止が東京の地下を通過して成田空港に向かっています。成田に？やっぱり。あ、いた。あ、お、ボンジュー京子さん。いや、一目見てわかりました。おば様の言う通り、あなたは美しい、素晴らしい、トレビアン。あれ？あの山岡さんですか？相原です。 あなたが京子さん？はい。いや、引き死に勝る美人だ。パリにもあなたほどの美人は一人もいませんよ。何よあの人。よし、行くぞ。あなたの美しさにかなうもんなんて全然ありません。ママ、僕を置いて結婚なんかしねえだよ。あ、ひどいよママ、僕に対して結婚するなんて。ひどいよひどいよひどいよ。ね、坊や、君小学何年生？え、制服見てくださいよ、僕は中学生です。日本人も早熟になったもんだね。君は中学生で京子さんが23歳。ということは君を10歳ぐらいの時に授かった。しまった。バカ。京子先生は生徒さんに慕われてるんですね。いや、ますます気に入りました。あ、どうしたの一体。うわ、
どうなってるんですか。忘れ物してしまった。京子先生、ここは危ないぞ。早く建物の外に逃げるんだ。変身しなければ人々を救えない。しかし人前で変身するとタケシは地球を去らねばならないのだ。タケシは人目から逃れて変身しようとした。みんなこの建物の中に入るんだ。早くスーパー、早く。先生、大丈夫だ、逃げはしない。しゃ、たけしは困った。子供たちから逃げると思われては、みんなに見られてもいい。ウルトラマン80に変身しようと決心した。たとえ地球から去ることになっても人々を救わなければならないと思ったのだ。みんな元気でな。スーパー、歯を磨けよ。お前虫歯だらけなんだからな。ラクオ、理科もっと勉強しなきゃダメだぞ。博士、クラスのまとめ役頼む。バシオン、優しさを忘れるな。京子先生、お元気で。大和先生。先生、よし。先生、怪獣の吐いた火に隠れて人々の目には見えなかった。
んだよ、どうしたんだよ。いいからいいから先生。ほら、どうしても気が進まないの？はい。一体どこが気に入らないの？私、恋人ができたんです。愛原先生、それは一体誰なんです？ウルトラマンエイティが私の恋人です。みんなを守ろうと必死に戦ったウルトラマンエイティ、使命に命を懸けている姿に私とっても感動したんです。愛原先生、何を言ってるんですか。恋だの結婚だの忘れて教師としての使命に生きよう、そう決心したんです。相手じゃねえ、勝ち目ねえよな。でもまだ望みはあるわよ先生。一肌でも二肌でも脱ぎますからね。先生頑張ったね。先生、ありがとう、ありがとうな。みんな誰もが愛する青い星、この星を守るのが我らの使命、何か怪しいものが来る正体不明でやってくる。宇宙からの侵入者、意外にもそれはウルトラマンエイティの幼友達アルマの姿だった。いたずら好きなアルマのペットジャッキー、しかしそのジャッキーがひょんなことから動物園の象と合体し変形怪獣になってしまった。エイティがミクロのサイズで初登場。次回ウルトラマンエイティ宇宙からの訪問者。